はい、でフェーズ5ですね。あ、そうか、敵出るんだよね。とりあえずアイテムを揃えていきたい。久々にここ来たな、ラスト。じゃあ172だからあと803、あ、違う、828か。そういうの、この曲もいいですね。そういえば本当に小山さんは神だと思いますよ。とりあえずアイテムを効率よく集めていく。とりあえず800まで行かないと次進めないんだよな。おお、まあ、ゴムとレーザー使ってないんで、レーザー使うか。おお、そうか、こういうやつだったね。やっぱいいね、結構効率いいわ。おお、危な、あぶねえって。もうもうすぐいいかなって言ったね。ここは進化しないと一気に倒せないらしいんですけど、進化しないというか攻撃当ててアイテム取っていかないと。ってこれボムだよね。危ない危ないってば。よし、まずゲット。あー、ちょっと時間かかるな。1回で24だとちょっと心もとないな。とりあえず使おう。おっ、すごい。そっか、スローのエフェクトも入るんだよね。スローっていうか、なんか覚醒みたいな感じで遅くなるっていう仕様が入るらしいですね。ボム使おう。あ、得点たまる、奇数増やしたい。はい、1アップ OK。 もうどんどん使っちゃうよ、ボムも。増やして何回出るのもいいんですけど。おお、来るよ。おお、おお、危ない。あ、そうか、ボムないな、今見てなかったけど。レーザー使おう。使うことで何かあるのか。いや、やっぱあるよな。早くクリアしていくことには。ああ、うっそーだ、ボムだったんだけど。じゃあレーザー使おう。ああ、間違えた。ああ、うっそ、とどまっちゃった。で回収あと56。おー、ちょっと待って、あ、ボムは、あ、ちょっと待って、キーが分かんない。ていうかキー3つだから分かんない。が出てくるんだよね。で取る。あー、あといくつだ。あとは32か。32まだあるな。先が長いよ。ってことはあと2回ぐらいやって当てりゃいいんだよね。お、あと7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 だ。うわ、当たっちゃった。ボム使おう。オリスカ。ボムが使えないからレーザー使う。オッケー。ステージクリア。あ、でも割と早く終わったけど、まあでもどうせパート3つ分けますね。エクステンド、まあエクステンドしても意味ないけどね。エンディングスキップします。はい、まあもう一回見てもしょうがないんで、ね、これで B プラプラか。でもまあそこそこ頑張った方ですよ、これでも。いろいろヒントもらいながらとはいえ。
はい、じゃあこれでスタン、あ、間違えた。じゃあこれでスタンダードユーザークリアなんで、じゃあそうすると次はプログラマーになりますかね、レベルは。はい、じゃあ、じゃあ確認だけしますか、最後。さすがにパート連続でやる気はないですけどね。レコードはいいか、まあ、見なくても。じゃあクロスだね。時期を中心に十字型のバフをコスト即座に発動する。効果時間を短めだが、このタイプに限り通常よりも早くボンガを回復する。へぇ、そうなんだ。Creates a cross-shaped explosion immediately.Though the duration is short, the bomb gauge will recover faster. ん？これはなんだ？まあ、いや、後回し。ゼロシフト。キーを入れてる方向に瞬間移動し、移動した経路に敵にダメージを与える。威力が高く、使用は約1秒無敵なのが使いどころが難しい。確かに使いどころは難しかったな。はい、ステージ4に出現する確信。あ、そっか、だからできたのか。あ、ちょっと待って、足しびれた。足しびれた。ちょっと待って、足しびれた。足がしびれた。Teleport in the moving direction and nose up enemies on the path. Your ship will be invisible for one second. はい、じゃあ、次の瞬時条件見ますか。え？矛盾してるよ。こっちはだってステージ2でしょ。あ、時期の移動量が少ないでしょ。Play with unwasted motion。で、こっちは静止してる時間、停止してる時間が短いで。Move constantly。完全に逆だね、これ。どっちから先行こうかな。で、こっちは Green DNA Stage 3。あ、今度は下半分か。ボトムアップスクリーンフォーロングタイムね。はいはいはい、気づいた。あと6種類かアイテム、アイテムじゃないや、武器ですね。うん、まあじゃあそんな感じですかね、今回は。まあとりあえずスタンダードユーザーはクリアできたので、次回はプログラマでやっていこうかなと思いますけれども、まあ、あと武器どっちから先やろうかな。とりあえず、下半分にいる時間が長いって条件あるから、それからやっていこうかな。本当はブレード手に入れたいんだけどね。うん、じゃあいいでしょう。Okay, that's all for today's Let's Play Genitals Part 5. Today, I cleared Standard User. And also, I got two weapons.Cross and Zero Shift. The next time I'll play Programmer. And what weapons can I get in the next part? Well, I guess I have to wait and see. Okay, so that's all for today's this part. Bye for now.